久しぶりに 3D スキャナーのお話です。結構前に同じメーカーの商品レビューさせてもらったんですが、新機種が出たということで今回もサンプル送っていただきました。こちらがレボポイントのレンジっていう機種です。前回紹介した機種と何が違うのかというと、簡単に言うと大きいものがスキャンできるようになってます。前の機種返却しちゃってるんで並べることはできませんが、本体サイズも大きくなってると思います。で、下はね、これ付属三脚、ここ開きて立てることができる、グリップにもなりますし、ここもね伸ばすことはできます。ただプラスチック製なんでそんなに剛性はないかな。まあ、ここで三脚穴切られてるので別の三脚に付け替えることもできます。ここのマウントでよいしょ、三脚部分と本体が取り付けられてる。単体で持つとこんな感じ。本体重量 210g なんでめちゃくちゃ軽い。本体寄ってみてみます。上にロゴがあって、フロント部分にカメラがいくつかついてます。左側からこれが振動を測るカメラです。これは左右に1個ずつついてます。本当に目みたいな感じで、ここについてるのが RGB カメラ。前回の機種と同様に一応カラーモデルのスキャンもできます。で、中央にあるのが投光器やね。ぐるっと回って反対側、ここはパソコンとつなぐためのケーブル挿すところで、スキャン開始のボタンです。そして付属品はこんな感じ。パソコンにつなぐケーブルとスマホホルダー、モバイルで使う用のバッテリーもついてます。スマホ連携で使うこともできます。ただ今回はパソコンと接続して使うんで付属のケーブル挿しておきます。これも前と一緒やね。後ろくるくるとねじって固定すると、ひとまず中に入っているものはこんな感じと。で、今回もやることはこれでスキャンしたものを 3D プリントするんですけど、やること自体は前と同じです。なのでもしかしたら細かい詳細とかは前の動画見てもらう方が分かりやすいかも。ていうか僕もさっき前どんなことしたんかなと思って動画見返してたんですけど、この動画が非常に分かりやすかった。なのでそっちの動画を合わせて見ていただくと、より使い方分かっていただけるかと思います。まあ、この機種は以前よりも大きいものが取れるようになったということで、今回はそれを試してみます。それではスキャナーの使い方見ていきます。今さっきつないだケーブルをパソコンに挿して、パソコン側ではレボスキャンっていうソフトを立ち上げてます。これも前回と一緒やね。で、今右側に RGB カメラとこの振動のカメラが出てます。これがこのスキャナーで見えてる部分やね。遠すぎから近すぎまで出てますけど、これはスキャン対象物までの距離、遠すぎたら遠いよ、近すぎたら近いよということです。まあ、適正な距離に持ってってスキャンする必要があります。ただある程度合ってれば機械側で補正はしてくれるはず。で、ソフト側は今これプレビューで映ってて、スキャンってものを押せばスキャン画面に変わります。精度、アライメント、スキャン対象、テクスチャー、アクセサリーとありますが、 3D スキャナーは基本的に特徴的な形状であればあるほどスキャンしやすくなります。特徴のない形状、例えば球体とか円柱とかペットボトルとか、見る角度によって同じ形状に見えるようなものというのはこのスキャナーでスキャニングした時に何を撮ってるか分からなくなっちゃいます。そういう時はこのマーカーを対象物に貼り付けて目印にしてあげて、座標を合わせやすくしてあげるということです。そういうスキャンをする場合はこのマーカーを選ぶということやね。他にも 3D スキャンしづらいものは透明なものとか真っ黒なもの、あとは光を反射したりするような素材っていうのは 3D スキャンしづらいです。そういう場合は 3D スキャン用のサフとか拭いてあげて単一色にすることで 3D スキャンしやすくなったりします。で、今回やりたいのはね、この機械に大きいターンテーブルが付属してます。それがこちら。テーブルの上に乗り切らないんであっちに置いてますけど、ここに人乗っけてぐるぐる回すことで、全体ぐるーっとスキャンできるんですけど、一人でそれができないんで今回はうちの可愛いこの子をスキャンします。はい、このうちのポチをスキャンします。こいつ全長1メートルちょっとあるんですけど、これを 3D スキャンして 3D プリントしてちっこくしたろうかなと思ってます。はい、セッティング完了しました。ちょっと大掛かりですけど、今ターンテーブルの上にポチを乗っけてます。ほいでスキャナーを置いてパソコンとつないでソフト立ち上げてます。で、このターンテーブルはリモコンで動かすこともできます。遠隔で回すこともできるし、速度上げることもできます。で、ポチのお顔なんですけど、お目目の部分が透明の球体になってるんで、ここが多分スキャンできないんで白マステを貼っておきましたね。可愛いなっとるわ。これで足の部分からスキャンして徐々に上に上げていくっていう感じ。これでいきます。うまくいくかは知りません。じゃあスキャナーこっから開始します。ピッと、これでターンテーブル回します。スキャンできてる範囲が緑になるってことやね。これ前と一緒やね。
ぐるっと回します。お、胴体部分で、これね、音鳴るんやね。遠すぎると音が鳴るし、近すぎると近すぎる音が鳴るらしい。ちょっと一回音切ります。はい、ちょっと静かにしました。一周これでぐるっと見てみましょう。表面の布の感じもスキャンできてるのがわかると思います。一周取れたかな。じゃあ一回ここで止めます。ターンテーブルも止めます。で、位置を変える。ちょっとスキャナーの位置を変えました。はい、これで自動で座標があって、こっからまた回転させます。で、今カーペットもスキャンされてますけど、これは後々消せるんで、今この状態でいきます。割と綺麗にいってるような気がする。 OK、 これの繰り返しやね。かなり地道な作業です。これを繰り返していきます。もちろんスキャナーからの死角になる部分はスキャンできないんで、これで全体を写すようにしてスキャナーの位置を調整しながら全体撮っていきます。で、特徴的な形状から撮ってれば、こういう風に座標がピタッと合っていくんで、これを繰り返してスキャニングしていくと。で、停止でスキャン完了。これで点群データを今融合中ってなってるんで、ソフトウェアの処理でうまいことピタッとやってくれるはずです。はい、処理できました。ちょっと時間かかりました。で、今恐竜くんここにいますけど、これはね、点群のデータなんで、拡大するとビビビビビビビと、これ今点で形状が構成されてます。うん。で、これを結んで面にするのをメッシュ化って言うんですけど、レボスタジオっていう別のソフトウェアで処理することができます。ここでさっき書き出したデータを入れてみよう。ピッ、はい、データ入りましたね。こっから何をするのかというと、まあ、さっきのソフトウェアでもメッシュ化できたんですけど、こういうふうな細かい不要な点とか、あと底のカーペットの部分とか、こういうのはいらないんで、このソフトで不要な部分を消してメッシュ化します。まあ、ツール使って囲っていらん部分を消すって感じかな。いらん部分を消す。これで不要な部分は消えたかな。うん、消えたの。まあ、もっとここから煮詰めたりはできると思うんですけど、今回はこの恐竜データをただ 3D プリントするっていう流れを見たいので、これでメッシュ化しちゃいます。で、メッシュ化はね、こっからするんですけど、フィルホールズっていうところでデータに空いてる穴を埋めることができます。例えばこの恐竜の尻尾のところ、こういうところスキャン漏れがあるんですけど、ここをソフトの中で計算して穴を埋めて形を作ってくれるってことです。で、裏側とかは全く取れてないんで、こうね、足の裏とかお腹の裏とかね、ここもフィルホールで自動的に埋めてもらいます。これでメッシュ化。お、いけたかな。あ、これで点群がひっついて1個のデータになりましたね。で、裏側がまだメッシュ化されてないんで、ここ空洞空いてるんで、その時はまたここからフィルホールズからよいしょ、この部分埋めますよ。でピッと適用。あ、埋まった埋まった。これで OK かな。まあ OK なのかどうかっていうのはその人のさじ加減によると思いますけど、今回のスキャンでは OK ってことにしよう。あとはこやつをエクスポート STL で出しちゃおう。これで対象物をスキャンして点群データをメッシュ化するところまでできました。あとはこれをどう使うのかですけど、まあ、これを 3D プリントするってこともできますし、採寸っていう意味でスキャンを使うってこともできます。そしてここから 3D プリントしていくんですけど、この 3D プリントの手順を詳しく解説すると動画がかなり長くなっちゃうんで、超簡単に説明します。今回は FDM と光造形2種類で造形したいんで、 FDM はフラッシュフォージのフラッシュプリントでスライスしてアドベンチャー3で造形します。光造形は T2BOX でサポートつけて、SQ1X とレジンは液マテで造形します。こっから造形できるまで待ちます。はい、そして 3D プリントできたものがこちらです。寄って見てみます。このでかいのがアドベンチャー3で造形したものです。これまだサポートついてますが、サポート外したのがこの黄色いやつ。 3D プリントの品質とかここでは見ないですけど、首の長い恐竜がちゃんと造形できてます。スライス段階で塞いだお腹部分もちゃんと造形できてます。いや、形ちゃんと出てますよね。
あとお顔部分を真正面から見るとこんな感じです。この恐竜ちょっと髪型というかこの頭の部分寝癖ついてて、真正面から見るとちょっと横に曲がってるんですけど、トサカの曲がり具合もスキャンできてます。そしてこれは光造形で出したちいこい恐竜です。あんなに大きかった恐竜がこんなにちいこくなりました。あとこれ舐めても大丈夫な安全設計レジンの液マテですけど、最近食品衛生適合したみたいで、まあ、これを二次硬化して箸置きとかに使うこともできます。あとちいこいのは二次硬化させて色塗ってみました。同じように人体スキャンしてプリントして色塗ったりすることでフィギュア作ることもできる。かなり面白い。うちはミニチュアというかジオラマ作ることが多いんで、まあ、こういうふうにちいこいものを作って造形に加えたりすると面白そうです。他にも活用方法はいっぱいあるかと思います。はい、というわけでレボポイントのレンジを使ってでっかい恐竜をスキャンしてちいこい恐竜を作ってみました。前回に引き続き 3D プリントしましたが、やっぱ 3D プリントに必要なのはこの 3D データなんで、それをどうやって作るかっていうのが一番難しいところだと思います。モデリングをして作るなり、まあ、今回みたいにスキャナーに頼ってデータを作るっていうのも一つの方法です。製品詳細は説明欄にリンク載せておきます。気になった方はそちらを合わせてご覧ください。あとそのついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。